ゴンダールでインジェラを焼くベタイスライルの女性ベタイスライルとはエチオピアに住むユダヤ人の故障。エチオピアのヒユダヤ人からはファラシャと呼ばれるが、ゲーズ語ではルローミン、違法人の意味でベタイスライルからはファラシャという故障は不別的であるとして寄避される。エチオピア国内のベタイスライルの85%以上に当たる11万700人を超える人々が帰還法によって イスラエルに移住した。機関法は、ユダヤ人を、両親や祖父母に持ち、あるいはユダヤ人の子孫であるものはイスラエルに居住でき、市民権を得られる、という法律である。イスラエル政府は1984年の、モーゼ作戦や1991年の、ソロモン作戦などを実施し、内戦下のエチオピアで、 キガやデルグ政権派の中央革命捜査局による迫害に苦しんでいたベタイスラエルをイスラエル国内に移住させた。ベタイスラエルのイスラエルへの移住は少数ながら現在でも続いている。キリスト教に改修したベタイスラエルの集団はファラシャ村とも呼ばれるがユダヤ教に戻りハラーハーに従っている者も,もいる。2015年時点でイスラエルには 約13万5000人のエチオピア系市民がいる。しかし、彼らは日常的に差別や暴力を受けている。エチオピア系兵士が警察官二人から暴行される。様子が撮影されたビデオが公開されたことをきっかけに、2015年5月3日、大規模なデモが発生した。ありがとうございます。